扇風機、棒、ぶどう。いただきます。よし、来た。やった、成功だ。俺って天才。甘いの欲しい人。真剣すぎだって。わかるよ、アイス美味しいのは。みんなに襲われる前にこちらの裏技をお試しあれ。アイスの棒を使って均等に分けられるよ。でも急いで。ナイフでアイスを上手に切ってね。なるべく均等に。これで8つのアイスが完成。さあどうぞ。あ、持ってけ泥棒。あたしにも行こう。なかなか賢いっしょ。しかも負傷者ゼロ。気をつけて、超重量のスイカ通ります。あー、そしたらお楽しみの部分、実食。切れろ切れろ。これ無理だわ。なんかもっと強いもの。あんたの皮破ってやる。あっちょー、嘘でしょ。入れ、お願い。いいよ、そっちがその気なら。半分に割れるところを想像して。割れろ。割れて。もういいし、最終兵器投入。何してんの。スイカを切りたいのよ。そんな難しいことある？任せてよ。まだまだウォームアップ中だから。ってこれ無理だな。ちょっと待てよ、この空容器使える。なんだよ、先に空にしないといけないんだって。あと一個。まずはヘタを切り落とすんだ。これは普通のナイフで大丈夫。そしたら缶を取り出してスイカの実に押し込もう。左右に動かすことで奥まで入れられるよ。で、甘いスイカのログの出来上がり。ちゃちゃっと切ったら、じゃーん。綺麗に切れたスイカの出来上がり。レディーファースト。ありがとう。わー、美味しい。俺天才かよ。ちょっと一口食べようっと。いい気分。うわー、歯がいっぱい。全部綺麗に磨いてあげよう。これ朝ごはんのパン？取り除いて大丈夫よ。きれいに、あらあら。あれ、ガム引っかかった。矯正器具が。いつもこうよ。それで乱暴しないで。うわー、やだねー。どうでした？爪を乾かさなきゃ。うん、いい感じ。今日はいい一日になりそう。待って、なくなっちゃった。たくさん買っておいてよかった。全然缶が開けられない。ちょっと爪、頑張って。どうにか開けなきゃ。もうイライラする、そうだ、いいこと考えた。このストローが使えるはず。通したらあとは引っ張るだけ。ストローごめんね。でもありがとう。あー、喉が潤う。二
リラックスタイム。ああ腹減った、馬一頭食べれそう。でも今はこのシリアルで我慢。あれれ、空箱なんか置いとくんじゃないよ、まったく。ならこっち、もう空っぽ。そうだ、ない、ない。ああ、そろそろ買い出しか。空っぽ、空っぽ。ああ、見っけた、古いカチカチのピザ2枚。じゃあいただきま。歯が、一体いつのピザだこれ。歯が折れたら困るしな。まるで岩そのものだ。いって、こうなったらここまで来ると別の使い道が。やっぱりいいから割れろ。なんだよもう、気づいたら釘も打っちゃってるし。何してんのかしら、ちょっとはしゃいでんの。頭大丈夫アダム。そら、こいつが割れてくれないんだよ。にゃ、何。何を。いいこと思いついたんだよ。私の水よ。ちょっとこれ邪魔だからどかすぜ。ターキーは嫌いだしな。このピザをな、レンジに入れて水も入れるんだ。これで岩のようなピザもあっという間に。水ってやつの魔法を見せてやるぜ。ほーら大成功。しっとりふわふわだろう。ではようやく一口目をと。あん、一ついる。サンドイッチ放り投げたぷんよ。あら、これ美味しいわね。デリバリーされたばかりみたいだろう。最高だわ。器いっぱいのオレオとなればパーティーよ。あ、オレオ、愛する愛するオレオ、一日中食べたかったのよ。そうだ、忘れるとこだった。あれ、ちょっとどうしたの。うわ、剥がされる。ダメよ。そうそう、オレオの食べ方やっぱこれっしょ。彼を返して。二人のことは忘れないよ。置いてかないでくれクリーム。ああ、やっぱこれがうまいのよ。クッキーはいいや。また二人になっちまったな。次のクリームどこで探せばいいんだ。これ俺の小さい頃、ちょっと太めだったんだよな。ダメ、これはハズすぎる。信じらんない。お前マジウケんな。はっはっ、おい、あ、お菓子いただきます。チーズ味。ありがとう二人さん。マジ汚ね。待って、あのシャベル、これおやつを守るのに使えるじゃん。お前天才。早速新しいチップスください。こんな感じにチップスを投入。手を突っ込む代わりにシャベルで適量を分配。よしと。アダム、俺に。うん、アダム専用。これで OK だね。仮装してない子は通さないからな。どうも。入りなさい、あなたも。ジェイ君、待ち合わせ遅いわね。え？俺クッキーさ。なんで？
仮装パーティーだろ、忘れた？あーしまった、全然忘れてた。これじゃ参加できないわ。がっかり。いや別によ。でもまだ希望ありそうだ。ゴミ？いやよ。イエスだ、箱にはいろんな使い道があるのさ。さっきまでゴミだったものが新しいドールの包装に早変わり。うん、これは面白い。マンディードールなんて聞いたことないけどな。あ、騙されそうだったぞ。入ります。どうぞ楽しんでいきなさい。ねえ、行く時間じゃない？その前に鏡チェック。うわ、これはなんだ？やっほー、私挟まってます。これじゃダメだ。出さなきゃ。爪楊枝でいける？やめて、私の住処なのに。ほっといてってば。もう我慢できない。許さないんだから。お、戦争だ。このメイクブラシが俺の武器。え、それは、それは何？何が起こってるの？よし、大成功。出かける準備ができた。あー、パーティーの後の掃除って最悪。アパートがゴミ箱みたいになってんじゃん。チップス開けっぱなしかよ。しかも新しいの開けやがって。もう開いちゃうじゃんか。しまれ。よし。あ、ただのお菓子？ダメー。おーいって。まだ食えるのに捨てるなよ。は？ポテチの袋を閉めたいときはテクニックが重要。慎重に丸めていって、その調子。下まで折ったらこんな風に親指を入れて反対向きにしよう。完成。袋の魔術師って呼んで。これで中身が出ないだろう。おお。このカフェ超かわいい。君が気に入ると思って。そうだです。うん、開けてあげるよ。俺のエリーのためにな。泡立ってるだろ。大丈夫、落ち着くから。コップ全然入ってない。これで終わり？泡で終わりなの？まあそういうこともあるっていうか。そっちはどれだけ泡立つのよ。こうやってグラスに当てて。泡立たないでしょ。これすごい。どうやったんだ？ちょっとしたトリックよ。今度は私のやり方でどうぞ。マジかよ、あのロボット急に出てきやがったな。10ポイントになっちゃったじゃん。ライアン、私のグミいる？うん、甘っ。わ、これグミじゃねえな。マルチタスクしようと必死なんだって。わ、今の必要？ごめん。いいけど。まあ床に落ちなかっただけマシか。あれ、私問題の解決法思いついちゃった。ちょっとベタつくかもしれないけど、でも便利なはず。腕出して。両面テープで腕をぐるぐる巻きにしよう。いい感じ。そしたら一番楽しい部分、もう手を伸ばさなくて OK。
だって全部腕の上にあるからね。できた。わあ、サンキュー。バイオニックグミベアアーム。これ全部食べるのにどれくらいかかるかな。うまっ。これ最高かよ。嘘、そんなことやるなんて。ってちょっと待て、何してるんだ。触るなって。もう。嘘だろ、触るなって。全部独り占めしたいのね。すごい、本当にデートに誘うのかな。あ、やっちゃった。これ私のじゃない。また怒られちゃう。どうしよう。あ、ヘアアイロン。よし、これで大丈夫。熱したヘアアイロンを袋の端っこにかける。溶けるとまた閉じるはず。これでバレないはず。あった、自然に自然に。なんか怪しくない？すぐ人の食べ物を取るんだから。うん、大丈夫だな。うん、危なかった。熱々のピザ、ふかふかのクッション、あとはなんだっけ、パーティーを催すのって大変なんだよな。プラスチックの皿、確か買ってたはず。このソファーなんだか硬い。あー、こりゃまずい。どうしよう、困ったぞ。あー、目に浮かぶ。みんながピザを手に取ってトッピングがそこら中に飛ぶ光景が。食べづら。みんな食べ物持って好き勝手だ。ダメダメ、それはダメ。買いに走る時間はないし、自分でお皿を作るしか。ピザの箱があるじゃないか。蓋は使わないもんな。蓋を好きに切ってっと。四角がお皿の役割を果たすってわけだ。完璧なサイズ。ほらデイビッド、ソーセージとオリーブ、俺の大好物。ほら、一切汚れてない。俺ってパーティーの才能あるのかも。おい、後ろ後ろ、あれケチャップどこに出そう。お皿取ってこなきゃ。いや、でも見逃したら。どこかにお皿は。ここはお皿どこ行ったんだよ。ああ、じゃあお皿なしだな。なんか見逃した？いや待てよ、答えはずっとここにあったんだ。やってみるか。そーっとここを折り曲げて、これでケチャップ置き場の出来上がり。つけた方が美味しいだろ。よっしゃ、つけまくれ。ああ、これこれこれだわ。おやつの王様の通りだ。楽しみ。クロエの授業はもうすぐ終わるのか。そんなに長く待ってらんないな。ちょっと味見するくらいいいよな。ストロベリー味、うまい。ゲームの続きっと。あー、これここ置いとくのか。ん、このテーブルすっごく汚れてるな。やめとこ。ここに立てかけて、そーっと。おっしゃ。ほーら、テスト終わってお腹空いたろ。まあ、アダムったら優しい。あれ、キャンディーここに置いといたのに。
変だな。まさか落ちたんじゃ。キャンディー、どこ行ったんだ。返事してくれ。アダム、見つけたぞ。なんだこりゃ、いろんなもんが生えてる。うわ、気持ち悪。でも1ドルくっついてた。髪の毛はさすがに。あら、なにこれ、卵型チョコのカプセルに。知ってた、このカプセル役に立つのよ。中身は後で遊ぶとして、カプセルの底に穴を開けてっと。にしてもこんなに髪の毛ってな。ほーら、そこの穴が見えるでしょう。これでキャンディーホルダーの出来上がり。キャンディーを外のいろいろなものから守ってくれます。ほーら、これでゴミがくっつきません。後に残しておくにもちょうどよし。あなたの分も作ったわ。もっと早くに思いついてればよかった。これ開けてもいいわよね。じゃあキャンディーは後での。今はポテトチップスのお時間。ベーキングの時間。おいしくできるに間違いないわ。うわあ、ボールから飛び出てきた。キッチンが汚れちゃったんだけど。もう最悪。ベーキングの代わりに掃除なんて。掃除嫌いなのに。うん、紙皿、これ便利かも。カッターを使ってお皿に切り込みを入れるの。真ん中に2つのバッテン。これを泡立て器に刺せば OK。 できた。飛び散りが防止できる。これで汚れずに済むわ。ベーキング再開よ。再放送見るときはヌードルに限るぜ。はい、アダム、冷えたそうだよ。金曜日楽しまなくちゃね。ごめん、開けてくれる？いいよ。おう、初めてだこんなこと。まあ俺の分をあげればいいか。そんなことってある？ああもう最高。缶も開けられないだなんて。ちょっとした手違いなんだ。あ、お箸。お箸？缶のタブが取れてしまったときはお箸でスパーンと開けちゃいましょう。端っこをこうやって。あなた、見た目より頭いいのに。ではお次はこっち。もうすぐ開くぞ。ほーら、なあ、エキサイティングだろう。常識を超えた発想とはこのことよ。この場面好きなのよ。よし、パーティーの準備できた。あとちょっとだけど。ふう、一番大きな風船だな。こんがりキツネ色、完璧。扉を忘れてたわ。さて、デコレーションしましょう。まずはお皿に移して、よしと。三段重ねのケーキは手間がかかるわね。まずはお気に入りのジャム。さて、開いて、開いてください。こうなったら最後の手段。うわ、風船が飛んでた。気をつけろ。おりゃ、あら、この風船どこから飛んできたの？意味がわからないわ。いや、意味がわかったかも。膨らました風船を乗せてしぼませると、よし、これでグリップになるわ。
ジャムを塗りたくるわよ。これはさぞ美味しいわ。ジャムの層2つ目、そして最後の段。みんなホイップクリーム好きかな。スプリンクルもかけてね。美味しそう。これで出来上がり。なあ、氷あるか？ジュースもねえのかよ。アダムの外出中もパーティーは続行中。あった？え？ドミノ始まってる！あー！全部が崩れる！ドミー！あー、壊れちゃった。やっぱ。どうしたらいいんだよ。俺の責任だから俺が片付ける。でも希望はまだ失われてないじゃない。このスイカが救いになるかも。巨大なスイカが手元にある。中身を掘り出して横に穴を開けよう。こんな注ぎ口を用意して穴に挿入。横から固定するのもお忘れなく。そしたら中にジュースを投入。ジュース、水、炭酸、何でも OK。 水分補給タイム。喉渇いてる人？わあ、超頭いいな。ジュース何でもいけるじゃん。乾杯。しょっきり。いい考え、アダム。もう一口いる？自分で食べるから平気。チョコレートアイスに勝るものってないよね。俺これ自分のために買ったんだけど。勝負すか？よこしなさい。やらねえよ。くわマジか、こいつ強いじゃん。貸しなさい。これでは永遠に終わらないな。よし、これで半分こだ。まったく。あ、私たち結構強いみたいね。専用のカップみたいだね。失礼。お前マジチョコ好きだな。なんかあるかな。え、これで終わり？こんなの朝ごはんじゃない。なんかあるかな。そろそろ買い出しか。じゃあ、めんどくさい。じゃあ、このままずっと空腹ね。いや、今同じこと考えてる？電話一本で朝ごはん。出前お願いします。7番を2つ。全部追加で。テクノロジーって最高。この家で合ってるかな？助かったよ。早く、もう我慢できない。絶対美味しいわ。これは君の。ありがとう。これは俺の。お箸な。さあ、ご会長、一気に平らげてやる。一口目が一番おいしい。私もお箸で。うまくいかない。ちょっと一口よ。どうやって使えばいいのこれ。一本取れた。よしよし、もう少し。ダメ、これじゃ埒が明かない。どうしたんだ。お箸がうまく使えないのよ。じゃあコツ教えるよ。取って食べたりしないよ。これなら広く使えるだろう。はい、どうぞ。これで簡単に。確かに多く取れそう。わあ、
焼きそば博士ね。